どうも、あいたろうチャンネルのあいたろうでございます。はい、ということで、皆さんはしっかり毎回グリップ変えてますでしょうか？ついついグリップってさ、このボロボロになるまでとか穴開くまで使ってしまうんですけど、なるべくね、定期的に巻き替えた方がいいということで、僕もね、結構忘れちゃうんですよね。例えば今僕愛用のラケットがここにはないんですけど、いつも僕ジオブレイク 70S を使っていて、まあわりかしまだこれは綺麗めな方なんですけど、結構ね、こういうとこはね、穴開いてしまったりね、汚れてしまったりツルツルになってしまって、でも僕結構使っちゃうタイプなんですよ。なんかね、やっぱ巻くのってちょっとめんどくさいじゃない。そんな安いもんでもないし、あんまり買い替えるっていうね、習慣が僕も昔はなかったんですけど、最近はね、なるべくやっぱ撮影にも画面上にも出るし、やっぱ何よりも滑って飛んでしまったら危ないので、なるべく皆さん定期的に変えるようにしましょう、グリップは。はい、ということでね、今回はね、まあ、グリップを定期的に巻き替えようということと、あとはね、せっかくなんでね、どんなグリップの種類があるのかをね、今回いろいろなグリップを持ってきたので、皆さんに紹介したいなと思います。今回はね、こちらのヨネックスさんのグリップ、全種類揃えてみたよー。ヨネックスさんのグリップを全種類揃えさせていただきました。はい。もしかしたらね、まだこれ以外にもあるかもしれないんですけど、今僕の知ってる中での全種類を一応揃えさせていただきました。まああと、この今後のね、テニス始める方やこんなグリップ巻き替えたいなっていう参考にしてもらえたらなって思います。だからグリップの動画はこの動画を見ればもう解決ということで、よろしくお願いします。じゃあ早速紹介していきましょう。レッツゴー、あゆたろうチャンネル。今日はね、監督がいるんで、後ろに監督よー。いたいた、監督がいた。監督、こんなんでいいですか、撮影具合は。わかりました。はい、早速紹介していくわけなんですけれども、たくさんあるね。まあね、いろんなグリップがあるんですけれども、まあ、まずはじゃあ僕が普段使ってるグリップから紹介しましょうということで、僕はですね、いつもこちらのウェットスーパーグリップを使っております。まあ、こちら結構オーソドックスなグリップですね。みんな多分愛用してるんではないでしょうか。もう昔ながらのね、あるグリップです。まあ、機能性とかもね、滑りにくさも抜群にいいので、まあ、僕はいつもこれを使っております。はい、もう長いんじゃないかな、このウェットスーパーグリップは。多分本当に使ってる人が多いグリップの一つだと思います。まあ一応なんだかシンプルなグリップになっております、ウェットスーパーグリップ。で、続きまして、こちらのね、右側にある2つ気になるよね、このぶっといやつ。ちょっと値段もね、高めになるんですけど、なんでかっていうと、こちらね、元グリってわかりますかね、レザーって言うんですけど、わかりやすく言うと、ジオブレイクとかラケットを買った時に最初に元に巻いてあるグリップのことですね。なんでちょっと分厚くなってますね。はい、まあ、耐久性というか、まあ、元グリップなんで、グリップを巻く下に巻くやつですね。はい、こんな感じです。こちらもそうですね。中身を開けますと、ほら、多分みんな見たことあるんではないでしょうか、こちら。ジオブレイク買った時に最初に巻いてあるグリップでございます。はい、まあ、こちらが元グリということで、レザーですね。なので、レザーがもしね、ボロボロになってとか、グリップを巻かないで元グリだけでやりたいよって人はね、まあ、こちらを購入すればいいと思います。はい、こんな感じです。はい、ということで、今度はこちら。ウェットスーパーソフトグリップですね。さっきウェットスーパーグリップを紹介したんですけれども、まあ、こちらの、ちょっと分厚いバージョンですね。なんだから、ちょっとウェットスーパーグリップが細いよって方は、まあ、こちらのちょっと分厚めの、ウェットスーパーグリップを購入するといいと思います。はい。機能的にはそんなに変わらないです。はい、じゃあ続きまして、こちらのウェットスーパーデコボコグリップ、これ懐かしいな。俺ね、中学校の時よく使ってたんですよね、こちら。はい、本当その名の通りね、このウェットスーパーグリップにデコボコのやつがついたバージョンです。ちょっと中身見てみましょうか。このようにね、開けます。はい、こんな感じになって結構分厚いよね。で、中を開けると、これね、ほら見えるかな、ちょっとデコボコのね、ついてるんですよ、こういう。で、巻くとこうやってね、ボコってなるんで、指が引っかかるってやつですね。ちょっとでもグリップはね、厚めになってしまうので、まあ厚めがちょっと苦手な方はあれですけど、ちょっと指が引っかかる方がいいって方は、こちらのデコボコグリップの方が合ってると思います。はい、はい、こちらのツインウェーブグリップはですね、クッション感と吸水性のあるグリップになっております。まあ、さっきのね、デコボコ
と違うのはですね、こちらにボツボツのね穴が開いてますので、まあこちらでね、まあちょっと滑りづらくなってたりですとかね、まあデコボコ感も加えられてるっていう感じですね。ちょっと中身こちらも見てみましょう。皆さん使ってる方いますかね。こちら僕まだねこれ使ったことないんですよね。こんな感じでボツボツの中にツインなんで、さっきのデコボコとは違って2つのこのデコボコがついてますね。さっきのはこちらは一つだったのに対して、今度は二つのデコボコがついてるという。結構皆さん使ったことない人も多いんじゃないでしょうか。でもやっぱデコボコがついてるからね、少しちょっとグリップは太めになってしまうんですけど、やっぱ、ね、指が引っかかるということでね、結構おすすめの一品だと思います。まあ、滑りづらさは、抜群にあると思います。はい、続きましてこちらの、ウェットスーパーストロンググリップ。こちらもね、僕中学生の時よく使ってましたね。まあ、このウェットスーパーグリップとの違いはね、この、まあ、見ての通り、ギザギザが入ってる。まあ、このギザギザがあるがゆえに、まあ、ちょっと滑りづらくなってるって感じですね。まあ、耐久性も抜群に良くて丈夫なグリップになっております。結構これも使ってる人多いんではないでしょうか。はい、ウェットスーパーストロンググリップ。おすすめです。ここにストロングタイプって書いてあるね。はい、そうしまして、ウェットスーパーグリップタフ。まあ、その通り、このさっきの紹介したウェットスーパーグリップの、まあ、しっかりちょっと強いバージョンですね。はい、ストロングタイプ。はい、耐久性もアップしたって感じですね。なんていうんだろう、触った感じもちょっと固めというんですかね。結構丈夫な感じです。まあ、ウェットスーパーグリップより少し、厚さはあるのかな。こっちが 0.6 ミリに対して厚さが、こっちは 0.65 なんで、ちょっと厚い感じですね。まあ、ちょっとこのウェットスーパーグリップ、2枚巻くと太すぎるけど、1枚じゃ細いなって方は、こちらのウェットスーパーグリップタフを巻くといいと思います。結構いろんなグリップあるよね、こう見ると。はい、続きまして、こちら。ウェットターキーグリップ。ウェットタイプ。これね、汗をかけばかくほど、グリップ力が増していくっていうグリップですね。もうこの袋の中も、そうなんだけども、滑らないね。これはこういうのはさ、結構動くんだけど、中が。結構グリップ力がね、あってね、袋の中でも動かないっていう。汗をね、いっぱいかく人はいいと思います。ウェットターキーグリップ。ちょっとポツポツが印象的ですね。だから、ほんと、手汗いっぱいかいてしまう人は、いいと思います。ウェットターキーグリップ。今度使ってみたいと思います。で、今度こちら、ドライターキーグリップ。ウェット&ドライ。こっちはウェットタイプなんですけど、こっちは両方を兼ね備えてるって感じですね。見た目はね、結構一緒な感じなんですけど、ストロングタイプ。さっきの強いに対してこっちは両方あるんで、まあ、こちらは汗をかく前も、汗をかいた後も、平気ですよっていう。こっちは汗をかけばかくほど強くなっていくんですけど、こちらはね、汗をかく前でも、汗をかいた後でも、使いやすいですよっていう感じですね。はい。まあ、ほんとウェット&ドライ両方の性能を兼ね備えているということで。はい。僕だったらこっちにするかな、多分。うん。はい、続きまして皆さんお待ちかねのこちら、モイストスーパーグリップでございます。こちら人気だよね、モイスト。結構コメントでも、これなしでは語れないぐらいね、人気でしたね。ほんとナンバーワンぐらいにコメントの数が多かったです。僕ね、実はこのモイストグリップ使ったことないんですよ。はい。みんなが使いやすいっていうんで、今度使ってみたいと思います。ちょっとね、ウェットスーパーに比べて厚いので、僕はやっぱ普通のこちらを使ってるんですけれども、ちょっと厚みがあって、しっとりした感じですね。はい。だから結構乾燥肌とか、手がね、手汗かかなくて逆にスルスル滑ってしまう方は、このモイストスーパーグリップ、すごいおすすめだと思います。しっとりタイプ。シルクパウダー配合により、新感覚のしっとりしたウェットタイプ。吸水性が高く、グリップの滑りを抑えますって書いてあるんでね。ぜひコメントでモイストスーパーグリップを使っている方はコメントよろしくお願いします。はい、続きましてこちら。これね、俺使ったことないんだよね。クリーングリップ2。これは抗菌消臭って書いてあるね。汗かいてさ、やっぱグリップって臭くなるじゃない、やっぱ。そういう時にもね、多分そんなに臭くならないとか、消臭効果があるグリップだと思います。こちら、抗菌、消臭効果って書いてありますね。これね、使ったことないな。ちょっと今度やってみようかな。実験でやってみようか。どこまで汗かいても、匂いが気にならないか、みたいなね。こちらちょっと使ってる方いれば教えてください。どんな感じか。はい、こちら、ウォーターフィットグリップ2。まずね、ウォーターフィットグリップの俺1をあんま知らなかったんだけど、こちら多分汗に強いタイプだね。うん。さっきと一緒で汗をかくほど強力グリップって書いてあるんで。はい。多分、最初は多分このウェット感はないんだと思います。ちょっと開けてみようか。あ、サラサラしてるめっちゃ。ウェット感ないね。これちょっと手汗すごい人にはめっちゃいいけど、
汗かかない人は滑っちゃうかも。ウォーターフィットグリップ2ということで、まあ、汗をかく人におすすめです。さっきとこれとちょっと似たような感じだと思います。マジサラサラしてる。はい、そしてこちらのメッシュグリップですね。まあ、こちらはですね、さっきあの紹介したツインデコボコのあのポツポツがあるデコボコがないバージョンですね。これもね、俺中学校の時よく使ってた気がする。滑らなくていいんですよ、めちゃくちゃ。吸水性もねあるんで、まあ、穴開きなんでちょっとこのグリップ力が増した感じですね。こちらも結構おすすめです。はい、メッシュグリップ。はい、最後こちらドライスーパーストロンググリップ。まあ、サラサラな握り心地ということで、こちらは、まあ、あの名前の通りドライ系ですね。あのウエット感はない感じです。で、結構汗かく方はね、さっき言ったようにいいと思います。で、こちらね、あのでかい、まあ、みんなわかると思うんですけど、3本巻きとかね言われるやつです。まあ、こういうのがあの3本セットになってますよっていう感じの入れ物ですね。はい、これもねちょっと使ったことないんですけど、まあ、僕もね意外と手汗ちょっとかく方なんで、もしかしたらこういう方がいいのかもしれないんですが、ちょっと今度試してみたいと思います。はい、まあ、ざっくりね、こんなちょっと紹介になってしまったんですけれども、以上になります。あゆ太郎チャンネル。はい、ということで、以上になります。皆さん、いかがでしたでしょうか？いろんなね、こういうね、グリップがたくさんあるんで、ぜひぜひ、あの、自分に合ったグリップをね、選んでいただいて、競技力ね、アップさせてみましょう。本当、人それぞれね、合う合わないってあると思うんで、まあ、なかなかね、こういう全部のグリップ紹介してるね、動画も多分ないと思いますので、まあ、ぜひこれを参考にして、あの、部活動とかでも、ね、役立ててみてください。ねえ。ということで、終わりたいと思います。この動画がいいねと思う方は、グッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方も、グッドボタンを押します。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。1、2、3、4。たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が1万年と2000年前から愛してる。街を抜け海に出たら月はどこを目指そうか。窓から見下ろす街並みは願いを一つ叶えるなら花や虫は何を願う。